親御さん、今映ってるガラス、カバがですね、曇ってまだら模様になってるとこありますよね。梅雨がね、生じるとこのように水垢がですね、堆積してるところが非常に分かりやすくね、見えます。なのでちょっと1枚ずつ見ていきましょうか。今これ現状ですね。もうかなりひどくなってきてます。四隅をね、サボタージュしてるからね、水垢がひどいです。上部だけではなく、四角、ね、四隅全部。今、上部だけ映してますけれども。はい、これが今ね、三焼けを起こして水垢になってる、状況ですね。もうガラスの清掃は特殊なんでね、日々まみにしとかないとね、このようにすぐにガラスをダメにしてしまいます。はい、さらにまたこういうね、火でも運動器具を出しておりません。火エンリッチメントね、飼育が横行しております。良き飼育員がね、移動された後ね、まあ、私なりの考えなんですけれども、良い飼育員は他の部署でもね、やっぱりヘッドハンティングじゃないですけど欲しがるんですよ。ということは皆さんお分かりのようにね、いい従業員は他の部署に、ね、引き抜かれて結局、はい、どうですか、ここに在籍している人間たちは、はい、つまりそういうことですよ、はい、なのでね、もう公益財団法人化にしてね、今残ってる残留してるね、地方公務員、飼育業のね、獣医師はまた別の部署があるからね。まあ今なんか衛生うんたらかんたらで採用とかね、設けてますけれども、まあ納税とかね、生活相談とかね、動物の世話が好きで入ってきてるはずだからね。ね、動物の世話が好きだからね、こういうところに来てるはずなんでね、人の世話も好きなはずです。だから納税とかね、生活相談とかね、あの辺のところに移動されてね、社会にね、福岡市に貢献していただきたいと私は切に願っておりますね。公益財団法人化にしてね、新たな改革をしてね、福岡市動物園、動植物園を立て直していかないとなりませんね。はい、皆様頑張っていきましょう。それでは終わりたいと思います。